ヒカキンゲームズ。ハロー YouTube。ヒカキンゲームズへようこそ。今歯医者に行ってきて麻酔でこっち側が感覚があんまりないヒカキンです。はい、ということで、パズドラの、これ青いやつですね。期間限定レアガチャ、ファイナルファンタジーコラボガチャが来てるので、今16個持ってるので、3回引きたいと思います。で、ガチャキャラ見てみたら、セフィロスがすごいですね。火、水、光、なんか4色くらい、攻撃力アップっていうか、ドロップ強化か。ドロップ強化したり、あと僕が欲しいと思ったのは、スコール。ファイナルファンタジー8のキャラですね。はい、僕は7と8を少しやったことがあるくらいで、あんまり詳しくないんですが、チョコボの不思議なダンジョンはめっちゃやってました。狙うはセフィロスかスコール。いきたいと思います。GO! まあ、本当はクラウドが好きなんですけど、おお、すげえチョコボだ、おほほ、僕チョコボ大好きなんで、嬉しい。チョコボの不思議なダンジョン1、2はね、もうめっちゃ全クリして、もうなんか完全攻略するまでやり尽くしたんでね。チョコボ頼むぞ。セフィロス。いきます。セフィロス。スコール、セフィロス。今回は金率はどんな感じなんでしょうか。お、この子は、ビビ。これセブンじゃないよね。これファイナルファンタジーね。来ないでー。一ターンの間攻撃を受けると闇属性で猛反撃。ダクシ。自分以外の味方スキルが一ターン溜まる。あ、これはあるんだ。スキルが溜まる。リーダースキル闇属性の HP と攻撃力 1.5 倍。うん。まあ、リーダーではないかな。うん。はい。2回目。セフィロスですよ。チャキン!行くぜ!セフィロス!頼む!強化したい!ドロップ強化!やっぱり甘くないんすね。おお、かっこいい!ウォル。スキル、格の違いを見せてやる。光ドロップを強化。自分以外の味方スキルが1ターン溜まる。お、結構いいんじゃないこれ。攻撃タイプだからちょっと僕はね、あんまり使い道がないかもしれないんですが。リーダースキル攻撃タイプの攻撃力 2.5 倍。頼むぜ。ラスト!もうラストか、チョコボ。羽がね、羽が落ちてきてるから羽を全部触ってから行こう。1、2、3、エゴー!セフィロース!15個の魔法で、かぶっとる。今回のゴッドフェスは引けません。ご視聴ありがとうございました。このヒカキンゲームズチャンネルをまだチャンネル登録お済みでないという方、ぜひぜひ登録お願いします。今スマートフォンからご覧の方は、この動画画面の下の方に見えるチャンネル登録ボタンを押すと登録できます。PC、タブレットからご覧の方は、動画画面内のこちら側に見える登録ボタンを押していただければ登録できますので、ぜひぜひよろしくお願いします。その他私ヒカキンの LINE 公式アカウント、Twitter、ブログのリンクもこの動画の概要欄に載せておきますので、ぜひぜひ友達登録、フォローなどお待ちしております。バイ。